総督府土木部台湾総督府土木局は台湾総督府に置かれた内部部局、土木、建築等の担当部門である。本校では外局として設置された土木部、1942年に内務局などを再編して新設された国土局にも触れる。1896年5月台湾総督府民政局に臨時土木部が設置された。 これが土木局の行使であるが、1897年11月に廃止された。1901年11月、民政部に土木局が設置された。1909年10月、土木局を廃止し、新たに総督府所属官所である土木部を設置した。1911年10月、土木部を廃止し、民政部に土木局を設置。1924年12月、 土木局を廃止。1942年11月、組織機構の改変により国土局を設置したが、1943年12月に廃止された。台湾総督府仮条例台湾総督府、民政局臨時土木部完成,完成台湾総督府完成台湾総督府、完成中改正の件臨時台湾工事部完成台湾総督府完成中改正の件 台湾総督府土木部管制台湾総督府管制中改正の件臨時台湾総督府工事部管制推理及び公安に関する事務に従事せしむるため台湾総督府に臨時職員増置の件台湾総督府管制中改制の件台湾総督府管制中改制の件行政簡素化及び内外地行政一元化の実施のためにする台湾総督府管制中改正の件 行政機構整備実施のためにする台湾総督府、完成中改正の件、昭和18年12月1日直例第897号。ありがとうございます。